うるさい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 。いやいや、おどのタイミングでなってんねん。今しかもちょうど始まったわ。始まった始まった。あ、わかりました。ちょうど始まったわ、今。ちょっと開く。ちょっと待ちましょうか、入るの。はい。ね、皆さんもね、多分ちょうど今、入り始めた頃やと思うんで。ちょうど始まったわ。あ、始まった。はい。うん。めっちゃ俺の声聞こえてんな、なんか。俺の YouTube から流れました。あ、なるほど。こんばんは、皆さん、こんばんは。いっぱいこんばんは来てます。むしろ今、こんばんはしか来てないです。ほんまやな。どんぐらい来てるやろな。こんなこんばんはっていけるもんっていうぐらい、みんなこんばんはしてくれてます。すごい、めっちゃこんばんはしてくれてるわ。うん。嬉しいですね。もうちょっと待ちますか。もう始めますか、はい、いきますか。じゃあ、行きましょうか。もう、翔平のこの出落ちのまんまでも待ってんのもかわいそうやし。そうですね。行きまーす。じゃあ、はい、皆さん、こんばんは。寝巻きで語らないとーイエーイイエーイはーい。というわけでですね、第3夜は、このメンバーでお送りします。今日仕切ります。上田圭介です。よろしくお願いします。お願いします。高橋健介です。はい、よろしく。田村慎です。あ、どうぞ。かぶりました。かぶった、かぶった。自己紹介のタイミングかぶるってある？今もう3000人見てます。3600人見てます。 あら、ありがとうございます。早いで、翔平と慎紹介できた？自分のこと。はい、橋本翔平です。田村慎です。だからかぶってね、かぶってね、かぶってね、かぶってね。本気でかぶんなって。天丼すな。先どうぞ。シンク。田村慎です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、そして翔平です。お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。翔平、何それ？翔平くんからいじってこう。まず。いじるというか、あの、今日はちょっと濃いメンバーじゃないですか。うん。うん、あ、自覚はあるんだ。濃いっていう。あるんです。あるんです。あるんだ。上田先生を困らせないように、今日は事故のないように安全第一をモットーに頑張りたいと思います。安全、はい、安全安全第一。よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。安全第一ですよ。いやー、よろしくお願いしますね。皆さん、お前仕込みにいくらかけてんねん。お前、いやいやいや、これ全部家にあるやつでございます。これ家にあんの？安全、安全、右よし、左よし、チェック、チェック、チェック、安全、よろしくお願いします。アホやな、ほんま。いやいやいや、これ待って、ちょっとごめん、写真集は誰の？あ、これ誰の？あ、これ、あの、しんくん。めっちゃ好きやねん、この顔。一個言っていいですか？どうぞ。僕なんか今、回線が弱いのか、うん、あの、皆さんの画面が見えてなくて、だから、お前、この翔平君のボケ見れないってどういうことやねん。見えてないじゃん、だから、全然ついていけてなくて、今。翔平はトークより画力でいくタイプやで。そう、ちょっと、どうしようと思って。すごいね。これ、じゃあ、シン君には何も伝わらんな。そうなんですよ、今。じゃあ、今、シンはあれ？ YouTube 開きながら、だからタイムラグで見てるってこと？今、パニックなんですよね、俺今。でも割と俺ら多分ね、皆さんの方にはね、映ってるから。そう、進路映ってんのよ。映ってるよ、うん、だから、なんですよ、僕も自分の顔だけ映ってるんですよ、今。うん。うん。だから、じゃあ、もうあれやな。どうしよう。精神と時の部屋みたいな感じで頑張ってもらって、うん、今、行きどころやと思ったら、ちょっともう言ってって感じにしようか。ただ、進のその写真あるじゃん。翔平くんが持ってるやつ、うんうん、マジで遠いと錦戸亮さんに見えるよ。いや、いい感じ。めちゃくちゃかっこいい。めちゃくちゃかっこいいのよ。めちゃめちゃ、どうも、わかんない。しかも俺9時からずっとあのヤマピーのインスタライブ見てたからさ。そのお前の情報いらんねえよ。本当に何その格好。いや、でもなんか俺はね、聞いて、うん、なんで今こうなってるか。うん、うん、何、まああの昨日と一昨日出させてもらって、昨日勝手に来たけどね。まあまあまあ、そうですね、うん、確かに、うん、なんか多くの人はすごい喜んでくださってたんですけど、うん、いいじゃない。僕もなんかみんなに笑っていただければなと思ってやってたんですけど、うん、あの10人に1人ぐらい本気でキレてて、え、なんかすごい申し訳ないなと。あと YouTube からも怒られたし、センシティブや言われたからな。
でなんかこうやっぱさっきのヤマピーのとか見てるとやっぱそのただかっこいい人がど、うん、あのやってるってだけですごい素敵だなと思って、うんうん、だから改めてちょっと可愛い系で攻めようかなってでもお前の攻め好きやで俺は。いや俺も好き。いやそうなん、その10人のうちの9人の方々なんですよあなたたちは。うん、いやなんで上からくんねん。一人一人に入るとあのやっぱりちょっと本気でイライラされるんで、うん、ちょっとあと、まあ、日テレの皆さんにもねいろいろいきなりギリ乳首とかになってしまって、うん、申し訳なかったから、うん、ずっとこの幼いの T シャツだけ宣伝させていただけたらなと思ってこういう所存でございます。なるほど、だから自分がちょっと端っこにおんねんな今日は。そうです、今日はあの今日今自粛でこれをやってるじゃないですか。うん、さらに僕自粛です。うん、ああ、そうね。お前は自粛自粛やな。そう、はい。皆さん、だから僕が幼いにも出てないので、MC ということになっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こんなことなんで。ちょ、待って、はい、とかそもそも、うん、あの、3兄弟、1人もおらんくないこれ、今気づいたけど。いや、そもそもそうなのよ。そうなのよ。ほんと。はい。まあ、まあ、でも番外編みたいな感じで、ちょっと。あ、そうですね。そう、イレギュラーな感じでやっていこうと。まあ、ちょっと決めだけ言わして、じゃあ。はい、翔平さん見えました、翔平さん見えました。いや今見えたのかい、今見えたの、いやあの携帯で見えました。あ、ほんま、シーン俺今からなこれだけはちゃんと言ってって言わなあかんやつ、今言おうかなと思ってたタイミングやった。あ、ごめんなさい、すみません、黙ります。全然大丈夫よ。はい、じゃあ君言うね。この番組はですね、はい、外出自粛が続く中、皆さんに少しでもですね自宅で楽しんでもらえるようにと、舞台俳優陣と日本テレビが協力して行う生配信でございます。はいはいはい、はい、まあでも無事に真の回線も生き返ったということで通常でいけるのかな。いや生き返ってはないんじゃないかな、あれだよね。生き返ってはない、うん、YouTube で見てたから。あ、顔が見えたってだけか。そうですね。なるほどね。なるほど。今日退出する。やめたやめた。一番最初に退出するのお前や多分。そのシンがバグってることによって、うん、その後ろの紙の文字で俺が滑ってんのもすごい恥ずかしいね、うん、本当に。ちょっと一応それ紹介したって、それなんて書いてんの後ろに、うん、これはあの本当はケンスケさん好きって書いてある。あ、やったケンスケ、どうそれ受けて。いやなんかもうちょっと違う形で聞きたかったなっていう。そうね、もう最初の触りで聞きたかったな。いやでも昨日の放送見て、うん、なんかちょっとね、しんくんの愛はね、感じてたわ、うん、視聴者。いや、そうだよね。うん、俺も伝わってたから大丈夫よ、しん。あと、上さん。はい、はい。なんかこう、昨日、ツイッターとかこう YouTube のコメント見てて、うん。なんかすごい、やっぱ俺って、どういう方向性でいけばいいのかなと思って。うん。なんか、翔平くんのボケは、人の良さを感じるけど、うん、うん。俺は不快って書いてありました。ピックアップして見やんで。ちょっと悲しいです僕はもう本当に。いや今日で挽回しようよ、こんな面もあるんですよ高橋健介。そうだから今日は可愛い系で攻めていきたいなと思って。ね、いやもう超可愛い。ていうかもう、ね、うん、もうさ企画行く前のなんかもう触りのなんか会話みたいな全然いらんわ、もうええ時間やわ本当。でも俺本当に翔平くん好きなんだけど、うん、昨日の夜11時45分にね、うん、明日何していいか本当に分かんないんですけどって翔平くんに LINE したの、うん、ずっと既読無視なんだけど。え、 LINE した。え、本当にしたよ。ケンスケ、一個言っていい？マジ？あ、俺ね、翔平から LINE 来てん、昨日。え？あの番組終わって、翔平から LINE 来てるわと思って、うん、兄貴、クーみたいな、さすがっすみたいなの来ててん。で、俺が、まあ、最高やな、お前って言って、明日よろしくな、みたいな感じで言ったら、もう秒で帰ってきたで、返信。え、だって俺、未だに既読無視だよ。あれね、これ多分、訳があんのよ。何？何？始まった。初めてさ、LINE くれたでしょ、もしかして。うん、初めて、追加、あの、グループ LINE にはいたけど、個人 LINE したことなかったから追加をして、うんうん、俺さ友達追加してない人多分来ないようになってんのよ。あーなるほどね。そうだから追加しとくわごめん。ほんでシンはずっと回線死んでるんか。あのもうパニックです今。止まってんのかな。
ちょっと一回抜けます、僕。一回抜けてまた戻ってきなよ。コメントでもね、あの入り直してみればみたいなのちょっと来てるんで、ちょっと。僕今日あの、うん、企画考えてきたんで、あのそうだそう、すぐ戻ります。オッケー。もうシーンおらんかったら今日成り立てへんからな。すいません、すぐ戻ります。すいません。はい。ちょっと一回行っといて。はい。でも、はい、ある、なんか、今まで逆にこういうトラブルが起きなかったのがすごいですよね、昨日。いや、そうだね。うん。何せだって、全員自宅やもんな。あ、ケンスケ。はい。ん？追加したよ。え、じゃあ今ちょっともう一回 LINE しますね。オッケー。絶対後でせえよ。放送終わってからせえ、そんなん。いや、でも。いやだ昨日の夜11時45分にやってて、でグループラインにはさ、翔平くんさ、はい、承知しましたとか返してんだよ。うん、返してるよ。うん。うわこれ同じ分、今、翔平くんに送りますね。うん、いや、もうだから終わってからせえって、お前、何なんけ、はい、何でやってんねん。見て、本当に昨日の夜来た。うん、結構深刻そうな文字だね。うん。ごめん、ちょっと、今日からまた相談して。そうですね、じゃあ今日からよろしくしといて。じゃあどうする？ちょっと新来るまでなんかちょっと皆さんの投稿読んだりしようか。なんか、じゃあ、ね、YouTube のリアタイのコメントもあるし、ちょっと Twitter の、 あのハッシュタグの方、ね、うん、あの YouTube の皆さんのコメントをいろいろ読んで、うん、僕一回なんかその皆さんの誤解を解きたいなっていう。挽回のターン、ね、挽回のターン。一発で挽回できたらバンバンザイやな。じゃあ、ケンスケちょっと任せるわ。本当ですか？なんかええのある？あ、なんか、すごい皆さんコメントくれて、本当に。うわ多い。すごい。おい、ケンスケ。すごい。あれ？あれ？ちょ、待って。ケンスケ、だから俺にインチキタヌキって言われるの、お前は。待ってください。あれ、インチヒッター来てるよ。おい、誰？あ、何なんですか？田村真の一回代打です。おお。ありがとうございます。鳥越さん、本当にあの代打感のある髪型やめてもらっていいですか？いや予期せぬやもんな、完全に。まあ、あの有吉の壁見ててちょっとこんな感じ笑いすぎてこんなことになってしまいました。お前も挽回しようとするな。タイトルミス。すみませんでした。ちょっと聞いてや鳥。あ、何？今日真の企画やね、今から真の企画やのに真いないのよ。そうちょっと飛ばします。どうします？あ、飛ばしてもいいよ。飛ばしなんか、あ、じゃあなんかみんなが幸せになる、僕今日2時間かけて、うん、なんかみんなやると思ったんですけど、僕はなんか2時間かけて、うん、とある作品を作らせていただいたんですよ。うんうん、2時間かけてって言わんでええけどね、2回も。ちょっとじゃあ、それはやっていいですか？それ入る前に一回止めていい？はい。何何？ずっと見てたけど、ケンスケ何も挽回されへんで、それやっても。え？マジ？何も挽回されへん。松本翔平に全部持っていかれてる。そうなんだよ。ちょっとね、俺の予想斜め上行ってたんで。来た。あ、田村来たいちゃう？大丈夫かな？あ、来た。あ、帰ってきた？あ、帰ってきた？はい、戻りました。画面見えてる？はい。画面見えない。飯食うわ。見えないんかい。お前、ギャラリー押してみ、ギャラリー。左？左ギャラリーね。ギャラリー。あの、輪っかがめっちゃあるやろ。すいませんね、皆さん、ほんと。すいません。はい。まあ、とりあえず、俺、飯食うわ。あ、飯食うわ。ありがとう、トリちゃん。頑張って。ありがとう。ありがとうございます。でもほんま、あいつすごいよ、みんなおかえりおかえりって言ってくれてる。おかえり言ってくれてるよ。うん、こんなもう、ちょっと待ってください、今もう全然。まあこれ最悪別にもうちょっと真の企画できなさそうやったら、逆に言うと皆さんからのコメント読んだりとか質問答えたりとか。あ、そうしますかね、ちょっと。そう、まあしかもあのケンスケもなんかやりたいことあるんやろうし。あ、いや別にどうするあ、ちょっと待って。ケンスケさん映りました。ケンスケさん映りました。俺だけ映るの？ お前、俺のこと好きやないか。一番いらん人映ってもらってるやん。誰が一番いらん人ですか？ケンスケ来ました。いけた？起きてきた？ケンスケ来ました。おー、出た。よかった。オッケー。よかった、よかった。ごめんなさい。お待たせしました。お待たせしました。危ない危ない。じゃあ、いけるかね、シンくん。すいません、はい。お待たせしました。はい、じゃあ、もうちょっと持ち込み企画の方お願いしようかな。はい、企画いきます。
はい。いきます。ババン。田村新プロデュース。1分でグッとくるストーリーを作れ。即興を4コマ紙芝居。気合入りすぎて画面近いよ。あのカンペが見切れてたよ。あ、画面が近い。すいません。田村新プロデュース何？1分で、はい、田村新プロデュース。1分でグッとくるストーリーを作れ。即興4コマ紙芝居。イエーイ。これ何ですか？はい、この企画はですね、はい、あるお題に沿ってこの4人で一つの4コマ紙芝居を作り上げます。はい、まずは、ででん、3人で、4人でじゃんけんをします。あ、4人でじゃんけん。お前、絵、はい、かわいいな。今日も紙芝居に気合入ってるって書かれてんで。もう、あの、しっかり準備してきました。4人でじゃんけんをします。はいはい。で、A パート、B パート、C パート、D パート。そこ雑やないか、お前、絵が。雑やな。ジャンケンに勝った人からどのパートを描くのか選べます。はいはいはい。基礎転結みたいな。はい、ああ、なるほどね。基礎転結ね。そう、うん、それぞれがそう基礎転結イメージすればこううまくつながるかなと思っております。はい。ちなみに絵を描く時間は1人1分です。みんなで用意スタートで1分で描いて、うん、あの、1つのシーンを4人でつなげるっていう。はい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 。はい、なるほど。そして、なるほど、はい、なんかイラストがブリーチのルキアみたいって書いてある。ブリーチのルキアみたい。ああ、わかりますよ、僕。お前がわかるどうの話してないねん。そして、何やその返し。お題は、はい、お題は。なんとですね、はい、うん、皆さんのコメントの中から決めます。おー、いいじゃん。なるほど、いいじゃない、うん。皆さんのコメントの中からお題を選び、4人で一つの紙芝居を作るという。うん、なるほどね。だからもう。4コマ漫画的な感じでいいの？そうです、そうです。はい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 。ワニみたいなやつ。ワニに流行ったもんね。ワニみたいなやつでございます。はいはいはい、はい。以上です。なるほど。じゃあちょっと皆さんからもらいましょうか。もらいましょう。皆さん、ね、テーマください。ハッシュタグのツイートの方でもいいですし、YouTube の方でも大丈夫なんで。よろしくお願いします。今ちなみにどんぐらい見てんのやろ？今もう6500人です。あ、いや、これ連日すごいね、本当ありがとうございます。本当もうちょっと YouTube 早すぎてさ、早いね、ちょっとありがたいけど、いろいろちょっと適当に言ってくね。うんうん。新生活とか無人島、うん、ホトトギス、うん、お花見、うん、桃太郎、うん、入学式、ロミオとジュリエット風、うん、安全第一、うん、地球最後の日、おう、うん、工事現場のおじさん、工事現場のおじさん、演劇とか、うん、あとお化け屋敷、おう、うん、100日後に始まる舞台とか、おう、あー、いいね。あと、いないの幼い三兄弟っていう、あ、なるほど、とか、あとウィル・スミス、宇宙旅行、桃太郎出た、ウィル・スミスいないの、いないの、幼い三兄弟。確かに。三兄弟チャンネル、ね、そうだよ。あと、どうしようか。卒業式とか、あと、闇の赤ずきんちゃんとか、上田圭介の休日。うん、おお、なるほど。刀剣男子とか、刀剣男子ってのはありますけど。ああ。ほうほうほう。でも、いないの幼い三兄弟いいかもしれないですね、もしかしたら。結構、このチャンネルには合ってるよね。うん。そうだね。うん。じゃあ、ちょっとそれやってみる？人間の森もありますよ。工事現場、あつ森もありますしね。うん。でも確かに、いないの、いい感じかもね。いないのが一番いいかもね。いないの三兄弟にしようか。うん。じゃあ、いないのにしよう。は、うんうん、い。の、これの4コマを作ると。はい、なぜいないのかなのかわかんないけど、まあ、それ木の人に決まるよね。そうだね、トップバッターで決まるから。そうだよね。これじゃんけんすんの？ああ、このパートを自分みんなで選んでいきましょう。じゃんけんして。はい。はい、そうね。じゃあ、じゃんけんの温度取ってもらっていいし。任せてください。はい。いきます。えい。幼い三兄弟じゃんけん、じゃんけんポン。何や、その導入。あ、はい、いきます。あいこでしょ。おお、あいこでし、あ、じゃ、みんな食うだ。おい、何しろ、おい、何しろ、遠慮すんなよ。
じゃんけんぽん。あ、3人勝ち。上さん負け。あ、俺負け。さん負け。はい、じゃあ3人でじゃんけんします。はい。じゃんけんぽん。ぽい。あ、負けた。よし、いきます。じゃんけんぽん。あいこでしょう。あ、お、はい。ケンスケ。じゃあどこやります、ケンスケさん。ちょっとケンスケごめん、ちょっと待って。一個だけ言わして。はいシン、はい、ボケをちゃんとしてきたんやったらガンガン押さんと、なんか後ろの髪変わってるやん。誰も気づかない。それいつ気づくかっていうのやってました。あ、そういうことね。あ、だわざとお前落ちたん、わざと落ちたん、はい、わざとこうこうやって見せながらペッて引っかあの剥がしてました。そういうことね。なるほどね、仕込みの落ちやったのね。はい、これなんで書いてんのそれ。でも上さん、翔平さんの方が好きって書いてあります。ありがとうございます。ありがとうございます。お前、俺と毎日 LINE しとるやん。毎日ビデオ通話しとるやん。これ仕事じゃなくてプライベートでもしとるやん。え、どこにします、はい、上さん。俺決まったね。ABCD。はい、まあ、でも気にしとこうかな。あ、いいよ、いいよ、いいと思う、いいと思う。はい。うん、気にしとこう。圭介、挽回せなあかんからな。そう、なんか素敵なテーマにしたいね。うん、いいじゃない、うん、ちょっと待って、キーはむずいわ、ちょっと待って。え、もう書いてない。いや、いや、もう無理、もう無理、もう無理。いっちゃう、いっちゃう。書いちゃった、キーね、もう無理、キー、うん、キーね、ケンスケ、キーね。え、だって漫画を書いて、こう、漫画書きます、絵を見ながら、なんとかなんとかなんとかって言うってことだよね、うん、そうだね。この前後のこう肉付けを話して、うんうん、次の人、みたいな感じです。はいはいはい、うん、いいじゃないですか。 C 行きます、起承転結の天行きます。おお、なるほど、なるほど。はい。金が天ね。はい。じゃあ俺は賞行かしてください。なんでやねん。ありすいません。いや、そういうとこだけちゃんと裏切ってくるよな、翔平。いや、兄貴のケツ見たいんすよ。いや、なんか俺の尻みたい、はい、みたいになってるからだ。はい。はい。じゃあ。次回の幼い三兄弟で、うん。ケンスケさんが起承転結の木。うん、はい、翔平さんが起承転結の翔、うん、はい、田村が起承転結の天、はい、上さんがケツを今から書いていきます。マジか、わかりました。いやー、では、はい、皆さん準備はよろしいでしょうか。はい、もうまずだってもう俺らはあのね、健介の待ってるだけだもんね、とりあえずは。あ、そうっすよ、ね、あ、俺もごめん書いちゃった。いや、あ、ルール違反、ルール違反ですよ。あ、ごめん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 、この人ルール違反です。ごめん、まだだったね。今から1分測るんで、その1分以内に書いてください。OK、OK、OK、OK。今10秒ぐらい使っちゃった。生徒会長みたいな。じゃあ皆さん準備いいですか？はい。いきますよ。はい。よーい、スタート！はい。でも、ケンスケもう書き終わってんねやんな。うん、できちゃった。あ、これ、あ、俺らも今書くのか。あ、まだ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 。みんなで書きます。あ、だって、え、そう、え、え、みんなで書きますって。え、違うでしょ、まだでしょ。え、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 だって、ケンスケのやつ見てから、俺が書いた、見ました、うん、インスピレーション受けました、受けて、次の人が受けて書きますって、だから、トータル4分必要だ。ごめん、おい、おい、おい。僕は全員で一斉に書いて、無理やりつなげていくってかと思ってました。でも多分企画者以外全員俺ら順番にインスピレーションでいくと思ってた。まずケンスケさんの1分始まります。もうできてんねん俺も。あ、できてます。グダグダだ、ひどいな。じゃあなんか発表しようか。今思った、なんかこういうのが本当の可愛いって言うんだなと思って。これ、いや、可愛いな、可愛いじゃないかなって、うん、でもこの件に関してだけはもう俺は可愛いって思えへんねん。じゃあ、じゃあ俺もうできたから言うね。あ、はい、お願いします。ちょうど、じゃあ、いないの幼い三兄弟、うん、ある日奈良原が、仕事帰りにゆういち兄ちゃんの、ゆういちさんの家に行くと誰もいなくて、机にはポツンと手紙が一枚置いてありました。ほう、っていういい導入じゃない。手紙が置いてありました。え、誰もいないんですか。いないよ、いないから。
いなくて。誰もいないんだよね。そう、誰もいないの。うん。ゆういちさんって入ってったら、いなくて、手紙、机の上に手紙が1枚ポツンと。はいはい。はい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 。お兄ちゃん。なるほど。はい。なるほど。これはつなげやすいパスじゃない、なかなか。これは。つなげ、そうですね。うん、なるほどね。で、今から1分測るってことね、うん、これをね。そう、これを受けて1分ってことだよね。はい。お、ケンスケ、ええ感じやって書いてあるわ。ほんと、え、俺いい感じだよね。みんなありがとう。うん、めっちゃいいって来てるよ。ほんと、よかった。あと、意外と普通だったっていうのも来てる。ちょちょ、それが一番怖いねんて。俺とのいつもギリギリで戦ってんだよ、こっちは。ダサい、ダサい。言うな、言うな、そんな。ダサい。じゃあショー行こうか。はい、行きましょう。では1分測ります。はい、行きます。よーい、はい、スタート。はい、これでもちょっと面白くないですか。これ面白いね。いいよいいよいいよ。ルール自分で分かってなかったけどね。うん、勘違いしました。シンって俺なんかもっとなんかあれや、めちゃくちゃ可愛いなともずっと思ってるし、ええ子やねやろなって思ってるけど、それだけじゃないところを見れたわ。いや、もうごめんなさい、もうちゃんと絡むのがこんなのですいません、本当に。いいよ、次からもうすごいハイタッチだわ。いいな、羨ましい。なんかねえ、しそういうの どうやってやんの。いや別に狙ってるわけない。ケンスケ、だからお前は汚いやつやん。汚れや。だって俺今日おかんに普通に怒られたからね。ちょっとちょうだい、なんで？え、なんか、うん、なんか下品って言われた。一視聴者としても、うん、海の親としても。まもなくです。まもなくです。まもなく、あと何秒？はいはい、タイムアップです。いやいや、お前、まもなくから早すぎだ。オッケー。お、いいじゃないか。じゃあ、いないの幼い三兄弟の、うん、師匠転結の章です。うん。はい、テーブルにあった手紙を手に取り、うん、中身を見ました。はい。すると、こう書いてありました。うん。僕たちは今、とあるところにいます。探してみてください、三兄弟。おー、おー、いいね、いいね。と。なるほど。なるほど。はい、でもちょっと待って、それっていうことはよ、っていうことは、あ、手紙あると思って、中身見ただけ？見ましたね。見て。で、思ったよ。あれ？翔平、むちゃくちゃ守っていくやん。やっぱ、翔の役割かなと思いまして。うわ、消極的やん。なのか、翔平君は事前準備型なのか、どっちかだよね。そうね。安全第一です。いや俺それ待ってたわ。さすがやわ。素敵。はい、じゃあこんな感じで。なるほど、はい。探してみてくださいと書いてありました。探してみてくださいと書いてありました。はい、シンでしょ次は。僕です。そうだね。じゃあこっちで1分測ろうか。あ、お願いします。あ、じゃあ健介お願いしようか。はい。お願いします。うん。シン、よーい。あ、待って、ちょっと待って待って待って。フェイントです。フェイントです。はい。はい。よーい、スタート。はい。いや、1分で結構短いよね、でもね。でも1分で結構短いね。ねえ。いや、これは上田さんにかかってんじゃないですか。でもこの点でどうなるかだもんね、まず。いや、そうね。そうやね。俺だって正直何も見えてへんもん。ああ。この後、なんかどんな感じで話進むかが全く見えてへん。残り30秒。早いですね。ここやんな、大事なんは。うん、じゃあこれ、翔平くんさ、うん、何時から準備してたの？これ？うん。とりあえず下準備は昨日の、朝4時までやって。4時までやりがち。アホやんな、ほんま。いや楽しいねんな、これ。ね、5、嬉しいねんでもな、4、3、2、1、終了。はい、終了。はい、ありがとうございや、もう、ケンスケの母ちゃんへのコメントすごい来てるわ。何？お母様、的確ってめっちゃ来てるわ。いや、的確ってそっちかい。そっち側やん。はい。じゃあ、
シーンいいかな？できました。うん、じゃあ発表お願いします。奈良原が絵紙を読み終えると、うん、聞こえないよ。聞こえない。大事なとこが聞こえない。大事なとこが聞こえない。手紙を終えるとって言ったら。ごめんごめん。ちょっとつぶつなったで。奈良原が手紙を読み終えるところもう一回やって。奈良原が、うん、手紙を読み終えると、うん、ガチャと音がし、うん、えずれとまかないが部屋に入ってきました。あれ？終了。以上以上以上。以上です。ああ。ここ結構むずい、なんか、なんならもう今、3人でキーぐらいだけどね。僕がいずれで、まかないが翔平くんです。翔平くんね。そう。で、今、部屋には3人います。俺ら3人います。そうです。今もう、役目外して言うと、3人いるんだよね。3人いる。部屋に入ってきた。幼い3兄弟の部屋に違う3人がいます。なるほど。お前ら3人でキーやんけ、お前。ほんとそう。おし、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 わかった、わかった。上さん、言いました。もう整ってへんけど、やるしかないな。でもだって、この中で一番ね、芸歴も先輩もな、すべて上ですから。鬱陶しい上げ方すんなよ、お前。唯一僕らに勝ってないのは身長ぐらいですから、本当に。いや、ええねん、これ先輩特許や。ええねん、これで稼いできてん、俺は。さすが。写真測って。いきますよ。いきましょうか。上さんのターン、いきます。はい。よーい、スタート。いや、どうなるかな。いや、確かにこれ、どうなりますかね。それぞれにさ、なんとなくのストーリーあった？あ、俺ですか。うん。俺は今、ケツが浮かんだ、俺なりに。僕も、あーなるほどね。浮かびました、僕も浮かびました。俺もなんとなく浮かんだ。ね。じゃあ3人のケツ発表してから、上ちゃんのケツ見る。そうね。かぶってたな。いや、かぶってたら恥ずかしいし、かぶってなかったら、おーってなるやつ。ああ。いや、お、まあ、それはもうやばいわ、俺、回線切るわ。でもやっぱ俺今日多分幼い寝ないの。あと15秒です、あと15秒です。寝起きで語らないとよりね、はい、安全第一がトレンドに入りそうでやだ。いや大丈夫よ。5、4、3、2、1終了です。はい、お願いします。はい、何健介が言ってたやつやる、さっき。どうすか、自信、手応え的に。いやもう手応えもクソもなんかもうちょっともう一番最初にパッと浮かんだやつを書いたって感じ俺は。どっちがいいのかな、わかんない、ちょっとどうしようかね。いやもう見よっか。見よっか見よっか。皆さんの、うん、いい、はい。じゃあガチャリとまあ扉開きましたね。はいはい、開きまして、3人集められましたと。はい、はい、でなんとサプライズがあります。ほう、うん、幼い三兄弟がですね、はい、君たち三人のことを思ってサプライズ、いつもありがとうのケーキを持ってきてみんなとワイワイ盛り上がる。おお、素敵な4コマができました。すごい素敵ですね。素晴らしいです。いや、その反応が一番あかんかったやつやな、多分。いや、なんか、すごい、100点なんですけど、120点ではないなっていう。いや、そんなに、ちょっと見せますよ。ちょっと、ケンスケが思ったやつ、ちょっと教えてよ、ちょっと。いや、俺は、うん、3人集まりました。はい。そこで、まあ、上さんのなんかキャラ名作って、うん、謎の人物が入ってきて、うん、今から配信始まって今に繋がるみたいな。僕もそれです。あ、思った。なるほどね。俺はそう思ったんかかなみたいな、わかんない。僕もそれでした。俺も明日以降絶対出えへんからな。出て。翔平くんは。いや俺は
3人集まったじゃん、うん、でその後3人ともケラケラ笑うんすよ、ケラケラケラって、うんうん、え何事って思ったら3人メキメキメキって言って3兄弟でしたっていう。ああそれ面白いね。わかったわかったわかった、もうわかった、俺が謝るから俺以上の正解を出すなお前らはな、おとなしくしとけもう。みんな4コマ出してみる。あそうね、出そうよ。はいはい、こんな感じですか。これでさ、はい、なんかファンがさ勝手にストーリーつけてくれてもいいけどね、別の。あ確かに、ね、この絵だけ、ね、絵は変えずに、うん、ああ面白い。あ、いいじゃん。そういうのも面白そうやんな。うん。はい、ね、なんか、これで多分遊べると思うんで、皆さんよかったら、もうそれね、それこそハッシュタグつけて、なんか。確かに、ちょっと見てみたい、ね。確かに。ね、ツイッター上とかでも遊べるんじゃないかなと思うんで、ちょっと遊んでみてください、皆さんも。はい。はい。では、以上。1分でグッとくるストーリーを作れ、即興4コマ、紙芝居でした。はい、ありがとうございました。最高。グッとくるストーリーだったんですね、このテーマ。忘れてましたね。ああ、確かに、グッときたわ。なんか俺だけダメージ受けた感じよ、でも。いや、そんなことないっすよ、上田さん。でもコメントいっぱい来てるよ。なんて？上ちゃん、画伯すぎてやばいとか。え、そう？ストーリーどうでもよかったみたいです。あ、そう。結構頑張った方やねんけどな。いろいろなんか、でもそれぞれ個性が出て面白いですとか、うん、あのケーキわらわらわらみたいな。俺思ってんけど人間よりケーキの方がサイズでかいわ。いやよかったね、よかったね、いい企画で。いやでもつながるもんね。ねえ、なんか、うん、ありがとうございます。いやよかったよかったよ。あ？何これ。え、僕じゃないですよ、僕じゃないですよ。今なんか、今なんか誰か歌い出した。翔平？翔平くんじゃない。え、なんかやってるぞ、なんか始まったぞ。何してんねんこいつ。なんか行きますね。どはっ、皆さん、皆さん、ます。はい。ちょっと止まってんねん、若干。今変なやつが現れてきて、うん、うん、これ、なんか読めって手紙渡されたんですよ。ちょっと、ま、翔平くん待って、今画面止まってるから、あの、ちょっと待って。見えます？ちょっと何見せて見せて。画面止まってんだよな。画面止まっちゃってるんですよ。お、どうしたどうした、来た来た。止まったね。うん。え、俺だけそれ流すと止まんのよ。なんかわかんないけど。それ流すと止まるのよ。なんか変な音がずっとブツブツ言ってる感じよ。消えた、消えた。いや、多分、絶対あの音のせいだと思うんだよね、俺。翔平くん、あ、帰ってきた帰ってきた帰ってきたよ、翔平。あれ消えた。それ流すと絶対止まんのよ、本当に。流さずやってもらっていいですか。じゃあ分かったから、なんか流れてんのは分かったから。え、俺流してないよ。何やってんの。お前なんやねん。多分いろいろ立ち上げすぎてパソコン重くなっちゃってんじゃない。これ、皆さんそう？皆さんそう？え、俺。え？それなんか翔平が仕込んでなんか悪ふざけしてんのじゃないの？あれ？おらんようになったし。いなくなっちゃった。どうしたん？動く？ちゃんと。翔平。翔平。翔平。ちょっとなんか来るな。お前これ人類の進化みたいになってんだよ、お前。翔平？今なんか俺がさっきの新聞やる。え？もしもし。で、はいはい、翔平むっちゃブサイクな顔で止まってるわ。やばいやばい。怖い怖い怖い。もう通り越え。なんとかしてくれよもう。なんか仕込みすぎて失敗してる気がする。多分そうね。なんかやりたかったんだろうね。なんか仕込んで失敗してそのまま重くなっちゃったパターンかな。どうする。どう復帰した翔平。真っ暗って言ってます。真っ暗って。これダメだね、これね。ダメ。まあ連絡来て真っ暗って言ってます。翔平くんが真っ暗だって。はい。あのね、
これ出たよ。見えないパどん真っ暗。あ？え、でも見えてます？俺翔平くんはね、見えてるけど止まってる。うん、もう止まったり、なんか声がワンワンしたり。でも見えてますよ。うん。今は大丈夫なんちゃうかな。いや、やっぱワンワンしてんねんな、なんか。動いてない。じゃあちょっと一回抜けますね、一回。あん、一回抜けな。おい。おい。ごめんなさい、僕もなんとも言えないですけど。これ一番。いやでもね、まあ今多分結構ネットで多分やってる人も多いから、そうだね。もしかしたら普通に重いんかもしれへんな。え、じゃあ、なんか今、うん。暇でしょ、二人。あ、暇よ。じゃあ僕がちょっと2時間かけて作った作品があるんで見てもらっていいですか。いや、仕込みってあるんすか。まあ一応な、もう2時間かけてって今日3回言ったからな。あ、それがそれなんすか。お、何マジっすか？ええ？これ、うん、俺が7年ぐらいやってる500円玉貯金。いやいや、何やってんすか。え、それ全部500円。あ、トリさん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 。来た。もうめちゃくちゃやな。めちゃくちゃや。トリちゃん待って、俺今企画やってるから。企画やってんの？で、今これ見て、俺がね、今日2時間かけて500円玉貯金作ったの。それを、うん、これ総額いくらあるかを今いる人、あなたたちに当ててもらって、ピタリ賞の人には全額差し上げます、うん、マジで。ピタリ賞の方には、え、トリめっちゃええタイミングで来たやん。やった、来たな。ただもう、はい、翔平ずっと退出しといてもらっていいかな。俺やるか。はい、もうあと5秒で考えてください。1人ずつ一人ずつ言ってく？一人ずつ言って。15。30万。30万？深夜30万？俺13万。13万？うん。トリちゃんは？15。え？本当にいい？あ、はい。15でいい。うん、考えさせてもくれへんかったし。うん、いいよ、じゃあもう一回考えていいよ。いや、でもいい、大丈夫、大丈夫。お前もくれるってんからな。うん、うん、でも全然いい。ピタリ賞だよ、ピタリ賞、うん。うん。でもほら、俺がそれを聞いてさ、答えを変えるといけないから、ちゃんと正解、紙に書いてきたから。あ、偉い。うん。正解は？計算式があるから。なんかお前、もったいぶると腹立つから、さっさとやってくれへんかな。まず、一束500円玉10枚が15段あります。あれ？なんか腹立つわ、その感じも。うん、それが 1+2+3 たずやっていくと、120束あります。はいはい。はい、で、10×120 で500で、うん、これが60万。はいはいはい。と思いきやですね、あの3段目と4段目12枚あるんですよ。もうええんだよ、答え教えろよ。で、2段目が18枚あるんですね。うん、で、1段目が20枚。ということはですね、うん、あの、うん、60万プラス500で40、プラス40枚あるんで、それが62万と思いきやですね、もう見てください、ここ。一番上に銀の500円玉があるんですよ。ああ。ということで、62万500円ございました。はい、皆さん、外れということでね、残念でございました、本当に。お前、それ、あれか、今日、ゆうたろうにずっと何やったらいいか相談してやった結果がこれか。やめろ、やめろ。小1時間ずっと電話して決めた結果がこれか。遊び場の絆出すなよ。それで言うと違うんですよ、もう一個あります。これは3時間前に思いついて、うん、2時間かけて作った。1回倒れてんですよ僕これ。もう2時間で倒してくんね。で今結構ね、みんな物でボケてくると思ったんですよ。いや、うん、お前の今の髪型の方がおもろいで。物でボケてくると思ったんで、僕はテクノロジーで皆さんをテクノロジーで楽しませたいなと思って。こいつ意地に、意地になっとる。で、これがゆうたろうをですね、うん、1時間活用してどれがいいかっていうのはいろいろあって、うん、こうテクノロジーで遊んでいこうなと思って。今なんか見えたよ、今なんか見えたで、なんかやりたいの見えたで。昨日のウィル・スミスと同じパターンじゃないですか。うん、いや、ウィル・スミスよりおもんないから大丈夫。ほんで翔平どこ行ったよあいつ。
一回ケンスケスルーして翔平どこ行ったゲームにする。翔平どこ行ったゲームする。翔平もしかしたらこう考えて、うん、なんかびしょ濡れてくるんちゃう、安全第一とか言っててめっちゃ危ない。なるほどね。はい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 。なんかあるんちゃうかな。いや、やっぱあいつは用意周到やからな、さすがに。用意周到やもん。じゃあこれも作戦だと。うん。電波紹介めっちゃ面白かった、ね。俺のことを忘れんな。めっちゃ面白かった。おーい。おー、なんだ。ちょっとトリ、何この人。なんか。テクノロジーでやってんだ、こっちは。なんかよくニュース番組で見るウイルスの形してるからちょっと嫌やわ、なんか嫌やわ、これ、うん、なんか嫌やわ、深い、これが鳥越がいないプランニングで作ってんだからいちゃダメだろうお前お前マジあの60何万渡せ鳥に、うん、60何万この3人で山分けしよう、なんで脱いだよ、もうそうしよう、なんで脱いだよ、しかも脱いでるしな、なんかはい、もうそろそろ翔平来るって。あ、ほんま？上ちゃん頑張って、マジで。いや、もう頑張る頑張る。頑張って、もうすぐ来るから。皆さんちょっと待ってね。もうね、待っててね。うん。いや、もう助かるわ、ほんま。いや、翔平仕込みすぎてバグっとんねんって。仕込みで重すぎるっていう。重すぎんねん。もう、ケンスケ、それはあのテクノロジーを使ってじゃないねん。お前、それインスタライブでやって。自分で買ってる。これ結構人数巻き込んでるからさ。そうやね、もう。そうやね。ちょっと、きついな。いい女分だよ、お前。鳥越がいない状態で作ってたんで、これ。鳥越いたらやんないかったのに。あと俺、先輩やからな。お前、今、ひげ剃ってない状態で出てるからな、お前。お前、次会ったら覚えとけ、お前。え、何ですかね。上ちゃんね、いろいろごめん、のいやいや、うん、申し訳ない。いやもうほんま、あれや、もうほんま、俺今日終わったらめっちゃ酒飲むわ、多分。それ珍しいパターンの時の上ちゃんな。とりあえず酒飲むわ、今日は。今日は飲んだ方がいいかもしれん。あとで電話してええかな。いいよ、シンも頑張ったよ。頑張ります、すいません。うん、頑張ったんだよ。うん、頑張ります。そう、頑張ったんだよ。褒めてるの。いや、頑張りますじゃない、頑張ったな。はい、お前見てみ、この画面の中にいるパイナップルのやつ、あれが頑張ったと思うか。思わないです。せやな、ありがとうやで、うん、トリー、うん、ありがとうや、ありがとうございます。あいつあの入る画面で止まってるみたいです。でもちょっと翔平頼む、頼むで、もうほんま、もうこれだってね、うん、ね、結構役者の人もこれ見てくれてるっぽいね。いや、そうやで、ね、だからもう結構いろんな人が、で、その放送の反響でその今日つぶやいてくれてたりとかさ、昨日の企画のやつとかつぶやいてくれてる人よ、シンタとかもね、うん、あ、そう、シンタもあの小林亮太もね、ね、うん、そうそう、つぶやいてくれてたし、みんな見てくれて、今亮輝も一応見てくれてるで、なほんま、うん、嬉しいです、うん、あいつすごいな、うん、こんだけボケてるやつずっと無視するの久しぶりやわ、俺ほんま、俺日常茶飯事やで、こいつに関してはこれ日常茶飯事きついな、一回なんか何週かしないともう耐えられへん、うん、じゃあ分かった、これ俺が一人で遊んでると思うじゃん。うん、うん、今このご時世でさ、バイバイ、頑張って、じゃあねー、ありがとうございます、トリさん、トリさん、ありがとうございます、はーい、はい、帰ってきた、帰ってきた、翔平くん、どうした、何があった、俺がなんかやろうと思ったら急に電波状況が悪くなりました。じゃあ一応もうあのこれ潰しかもしれんけど聞いといていい、うん、翔平に何仕込んでたん、一回やってみていいですか、うん、はい、でこれでもう無理やったら、誰だお前、あ、ちょっとこんな手紙が渡されました、誰かから読んでみます、はい、この野郎、安全第一で慎重になっているお前に試練を与える、おや、今お前の場所に爆弾を仕掛けた、え、どうだって、爆弾は引き出しの中だ、え、ありましたよ皆さん、爆弾が早いな、見つけの3つの動線があるだろう、これだ、うん、今から
青、赤、木の線を上田高橋、田村に選んでもらう。突き抜いて爆弾を選んだやつに罰を与える。封筒の。お前、シュークリームのやり口と一緒やんけ、お前。これだ。あ、罰、はい。この中の3つを負けたやつ選べ。幸運を取る。ミスター・ボマン。わお。誰やねん。ミスター・ボマン。名前単純か。選んでもらっていいですか。じゃあ、俺選ぼうか。はい。赤？赤、はい。うん。僕、青。青、はい。じゃあ、黄色で。じゃあ、ケンスケ、黄色、うん。じゃあ、赤から引っこ抜きます。はい。お願いします。爆発したら、もう終わりです。はい、はい、わかりました。うわ引っこ抜きます。うん、これ何これ。いきます。はい。あ、セーフ。あ、セーフ。よかった、よかった、よかった。はい、じゃあ、次、どっち？青いっちゃおう。うん。シンくん。はい。行くで。うん。え？ああ！アウトです。ということで爆弾選んだシングルちょっと選んでください。バツ。じゃあ、ま、真ん中で。真ん中いただきました。こいつパリピやな。はい。こちらですね。自分の好きなところを40秒語ってください。いいねいいねいいよ。いいじゃんいいじゃん。お願いします。測ります。用意スタート。はい、髪がサラサラ、右だけが見えでも左目は二重、眉毛が太い、鼻がわし鼻、前歯がスキッパ、ちょちょちょストップ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 終了ちゃうね今ちゃうやろ後半戦前歯がスキッパで言ってたね、はいっていうのをさっきやろうと思ってましたなるほど翔平尺もしっかりやわお前おまけで持ってきた企画としては100点やわいやーすいませんねちょっと皆さんこんなはずじゃなかったいやまあでもしゃあないしゃあないもうそれはあるよありますねでもなんかいろいろあったおかげでなんか健介も多分せっかく時間費やしたこともやれたしよかったよやれたよかったうん、何やったの見てみあの顔なんかちょっと君沢勇気みたいになってるやろほんまやなんかあの画面いじったりとかなんか500円貯金積み上げていくらでしょうみたいなやっててああそういうのもあるんですねあそうそうそうえこれ俺の7年かけた500円玉貯金らしいわえ翔平くんいくらあると思う10万ぐらい翔平翔平翔平、はいはい、このくだりだいたい予想も10万ぐらいでもうやったわ正解おかわりやわこちらです正解62万500円めちゃめちゃすごいじゃん俺も今日は調べたこうやってじゃあともう一個だけさでこの今君沢勇気さんみたいになってるじゃんあそれをなんかやっぱこれ今自分一人で遊んじゃってて申し訳ないなと思ってはいはいでこのご時世さやっぱり今、はいトイレットペーパーとかティッシュペーパーなくなるじゃん。うん、ちょっと巻きでお願いしていいかな、うん。だから俺がトイレットペーパーになろうと思って、俺で拭いてくださいって思って、本当に。ああ。拭いてください、俺で。本当にもう。なるほどね。いつでも呼んでください。はい、ありがとうございました。これじゃあ、ちょっと質問せっかくもらってるし、やろう。やりましょう。1個ぐらい読み上げましょう。質問やりましょう。1個ぐらい。なんか手元にありますか？なんか来てるやつ。僕じゃあ、ツイッター見ますね。はい、お願いします。はい。質問。ケンスケ、ちょっとそのままな、もう。でも今、気持ち悪いやめてってすごいあるんで、言いづらいんですけど。やめ、ほんならやめよう。やめたほうがいい？ああ。やめよう。なんか気になったの、パッとでいいよ。君沢さんが今、すごい話題になってますね。ケンスケさんはもう本当にやめなさいって書いてあります。はい。もうまた、じゃあもう今日もケンスケ大反省って感じやな、基本的には。今日誰も傷つけない方向で進んでたのに。いや、でも伝わったよ、準備は。はい。疲れた。これ、本当、一回崩れたの絶望感じてみ？いや、それは絶望よ。もうだからもうジェンダみたいなもんやろ、だから。本当。そう、ドミノとかね。はい、ケンスケさんに関してはもう名前間違えられてますもん。ケンタ君本当に面白くないんだけど。
高橋健介です、皆さん。名前だけでも覚えてやってください。はい。他の罰ゲームは何だったっけ？他の罰ゲームは何だったの？あ、いいじゃん。他の罰ゲームは、画面越しの皆様に愛をささやくですね。でも、シーンさ、さっきさ、爆破した？でも、それのケンスケさんが得意なんで、ケンスケさんにやってもらいましょう。これ、あと1個あるよ。あとは？あとは、翔平。最高のキス顔をするですね。じゃあ、ケンスケさん。じゃあもう、あの、愛ささやいてキス顔、ケンスケにやってもらおう。ケンスケ、これで挽回や。挽回。俺、本当にそういうのだけやってないねん。俺、そういう俳優一旦聞けたねん。本当に。本当に。お前は逆にこれを一回通り直せ。みんな通ったんだよね。OK、分かる。ささやいてキス顔ちょうだい。マジかよ。はい。どうぞ。みんな、家で俺たちのことを見てくれてありがとうな。俺にキスするよ。トイレットペーパーの方がええわ、多分。いや、間違いないっすわ。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。皆さん、ちょっと今日ね、バタバタしちゃいまして、すみませんね、本当に。いや、本当にすみません。はい。いや、もう、じゃあ、翔平、ちょっと、あれ、チャンネル登録の話、もうすぐ尺もあれやし。そうですね、はい、あの、させてもらいます。うん、言ってもらっていいですか？はい、この幼い三兄弟チャンネルもぜひチャンネル登録してください。どれくらい登録者数が伸びるかを日テレの方が見ているそうなので、はい、あのぜひよろしくお願いします。僕が面白かった、もしくはかわいそうと思ったら、ぜひ登録してください。うん、よろしくお願いします。はい。お願いします。以上かな。はい。はい。じゃあ、というわけでですね、一応明日のメンバーも先に発表しておきます。おはい、ということで、明日のメンバー。はい、ごめんなさい、高橋健介。もうよくない、俺。ね、本当に。もういいって。本当に。もうあかん。だったら、普通におればええ。だったら。いや、もう普通は無理じゃ。じゃあ、健介、今日電話して。電話しよう。今日、うん、電話しよう。あと誰、あと誰、あとメンバーによるよ、はい、メンバーによる。明日も来ます、しんくん、田村しん。お邪魔します。おほこれ大変やで。ほんでもう一人、横田龍儀。おお、龍儀初めてだね。そう、初めて龍儀初登場で2回目、うん、もう一回来ます。長井龍儀。ああ、龍儀ね、いいね、うん、はい。ほんで末っ子マシマシュート。おお、シュート。あ、明日5人なんだ。そうだ、明日はね、だからそう5人でやるということなんです。皆さん、わあ、このメンツ誰が回すん？それだとこう俺になってってくるけど、俺もういいて、本当に。いや、ケンスケ、じゃあもう明日こそ名誉挽回やわ、ちょっと。あ、じゃあでも明日5人いるでしょ。明日5人、うん、だから俺さ、あの一人だけ声だけとか、あのこう天の声みたいな、これでずっとさ、あのみんなどうだみたいな。いや、じゃあね、もうボケやん、それが。いや、ボケてないねん、これ。いや、ボケや。なんか、あ、じゃあ若返るわ。どういうこと？若返る？なんか幼くなってる。いや、もうしかもそれなんかもう結構半年ぐらい前に流行ったやつやな。もう見尽くしたやつですね。もう見尽くした。俺もやったし、それ。え、明日5人明日5人ですから。はい。え、うわ、マジか、ちょっとどうしよう。まあ分からんけどね。まあもしくは見てなんちゃうかなっていうのを思うんですけど、うん、でも俺がみんな見てて、みんな見てて、見てるよ。あ、見てる、見てる。見ない人みんな見てて。うん、あまりにも評価が低かったら多分 MC じゃないんやろうなっていうことも楽しみにしつつ見とくわ。そうだね、うん、楽しみにしてます。はい。でもちょっとね、お時間なんですよ、ジャスト、そろそろ。はい、曲が鳴っております。翔平くんの時計の音。翔平の11時のさよならの音も鳴ってるし、はい、さよならのタイムが、はい、じゃあなんかもう言い残したこともないですね、大丈夫ですね。はい、昨日私、はい、集まれ、はい、人間の森、主役に見事抜擢いたしました。ありがとうございます、皆さん。じゃあ、ただリセットさんもいけまーす。なるほど、なるほど。一人二役やんの、主演と。いけます、すごい、いけます。リセットしたらあかんよのやつやな。あかんで、リセットしたらあかんで。
ケンスケ。悔いはないです。ケンスケ。乾杯やわ。無理。もう無理。大丈夫、大丈夫、ケンスケ。もう、やり残したことない？ない。もう、帰ろ。ない。じゃあ我々はこのままこの後しっかり大反省会に入りたいと思います。皆さんちょっとね、あの見苦しかったかもしれないですけど、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、おやすみなさーい。おやすみなさい。あいつほんまにシュンとしてるやん、ちゃんと。もう勝てへん。